こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらでございます。プラレールピーナッツドリームレールウェイフライングエースセット、こちらを紹介したいと思います。では早速開封していきます。はい、では詳しく見ていきます。価格は3040円、税込みで3283円でした。入っていたものは飛行機、気球足2つ、犬小屋、2分の1直線レール1つ、曲線レール7つ、ターンアウトレール L1つ、乱気流レール2つ、これだけ入っていました。ではですね、こちらの飛行機に電池を入れていきたいと思います。こちらですね、はい、では回してみます。結構スピード遅そうですね。ではですね、こちらのフライングエースセットのお話を読みながら動画を作りましたのでご覧ください。どうぞ。スヌーピー扮するフライングエースは今日もアイキーソッピースキャメルに乗っています。気球に乗ったウッドストックたちを引き連れて空中散歩です。そこに突然現れたのは大きくて危ない乱気流。しかしフライングエースはうらうらと揺れる白い雲の中を颯爽と駆け抜けていきます。颯爽と駆け抜けていきます。あれれ、よく見るとスヌーピーは犬小屋の上に寝転がり気持ちよさそうに寝ています。どうやら大空を飛び回るフライングエースのお話はスヌーピーの夢の中のお話のようです。おお、いい。はい、いかがだったでしょうか。プラレールで飛行機って私初めてだったんですけど、これはなかなか面白かったです。はい、あとこちらの気球貨車なんですが、こうやってですね、普通に走ってもグラグラするようになってますね。こちらのフライングエースセット、私は結構気に入りました。こちらの犬小屋も可愛いですしね。はい、あとですね、チャンネル登録お済みでない方はもしよろしければ画面右下にある登録ボタンよりお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にある登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。今回はピーナッツドリームレールウェイフライングエースセットの紹介でした。ありがとうございました。